皆さんこんにちは、ジャンクションプロユーの代表、兼ビップカー評論家の武富です。今日はこの G50 プレジデントを、ちょっと見ていきたいなと、思います。これはまあうちで作ったデモカーではないですけど、かなりこうジャンクションプロデュースが色が強くていい感じにできてるなと思いますけど、結構こう怪しいオーラが全開ですね。これはちょっとあの怖さを感じる仕様ですけど、仕様的にはまあ見た感じはフルジャンクションプロデュースのエアロキットに、スカラー、これは18の初期のスカラー OZ で、なかなかこう普通では手に入らないやつを履いてますね。これ結構レアだと思います。あとまあこのエアロでいうところのこれは角度付きナンバープレートベースがついてますけど、結構これもまあパッと見わからん商品ですけど、実は結構みんなつけてて、こうこれはもうそのままプレーンな付け方ですけど、ほんまやったらここのところこのバンパーに あった形で何ぼかカットしてもらってもうちょっと薄くするのがトレンドなんですけど、これはそのまま素でつけてるパターンですね。これあとこれサメラフェンダー、サメラダクトじゃなくてこれサメラフェンダー一体のやつを組んでくれてますね。これはこれはまあ知ってる人は知ってると思いますけど、1センチ叩き出しプラス1センチこのフェンダーのアーチを切り上げを再現してて、まあ実際ノーマルフェンダーでタイヤとかホイールが干渉する人はこの1センチ出しと1センチ上げでギリギリかわすっていうこの車庫端用のフェンダーなんですけど、なかなかこれはパッと見分かりませんけど組んでみたらよく分かるっていう部品ですね。これしかしこれ鬼キャンっていうかすごいこうタイヤホイールが角度ついてるんですけど、これはまあ僕らが現役の時はあんまりなかった技ですけど、これ最近のすごい傾向かなと、流行りと思いますけど、今時な感じがしますね、この角度。まあ僕らぐらいの年になってくると、これの経験がないんで、中足回りがどうなってるんか、すごい興味がありますけど、なんかいろいろ、いじくり回してるようなもんが見えますけど、どういう風にこれを作ってるのかすごい興味がありますね。まあ、僕はやったことないんですけど、ただまあすごい角度がついてて、さらにこう低さが増してるんじゃないかっていう感じがしますけどね。あとまあ外観で言うたらこのルーフイングがついてますね。これもまあ結構言われて初めて気づくぐらいのレベルの大きさのやつを作ってみたんですけど、結構まあまあこの仕様にはハマってますね。全体的にはこうあんまりこう派手派手しくなくて、デモカープラスちょい悪さを足したみたいな感じの仕様になってますけど、まあまあがっつりイベントでもなくがっつり行動仕様でもなく、その中間ぐらいの地点でなかなか A ラインついてんちゃうかなと思いますけど、このリア周りはこれすごいですね。これは茂りすぎてるというか、僕的にはこのショート竹槍みたいなのは個人的には用つけるのですけど、これはまあまあえげつないのがついてますね。でもまあカラー的にはこういうのを押していってるんでしょうね。このパーソナルアンテナ、パーセンのアンテナとか、この角度もなかなか、まあ、分かってるオーナーさんやなっていう感じがしますね。当時昔こういうパーソナルの人たちが多かった時代もありましたけど、まあ、プレジにつけてるのはなかなかなかったですけどね。はい、これはテールはあれですね、LED ですね。これ多分まあいろんなこうリレーとかを組んでしてるんじゃないかと思いますけど、こういうのもまあ僕らが現役ではなかった新しい話題だと思いますね。でもまあ基本的にはこう気を照らずにプレジの持ち味をこう結構生かしてる状態で、なかなかかっこいいんじゃないでしょうかと思いますけどね。こ
これはバンパーとウィングが一応ジャンクションプロデュースの後期用ですね。これは中後期用ですね。この前期っぱねよりか後期っぱねの方がちょっとちっちゃいっていう、このすごいマニアックな情報ですけど、これがあえてこの後期の証みたいな。前期のねエアロはもうちょっとでかいんですけど、これは全体的に中高級なので、前期のエアロよりかちょっとちっちゃく作られてますね。まあこれはなかなか悪い仕様で、見ててねこう飽きないというか、こういう渋いかつ悪くちょっと派手みたいなところがあるんですけど、なかなか怪しさ満開っていう感じですね。とりあえずまあ外観的にはそんな感じですかね。でもまあこの最近プレジデントのロングも数が少なくなってきて、こういう球があること自体がなかなかこう嬉しいですね。この色使い、黒を基調に、あと全体的にクロームを合わせて、部分的にアンテナとかステッカーとかこの純正ボンマスとかゴールドちょろちょろっと散りばめてるところが、まあこうニック演出ですよね。オーナーさんなかなかこうその辺は分かってはると思いますね。これはということで、一応まあ第1回目のこの G50 プレジの、解説を終わらせてもらいたいと思いますけど、とりあえず、まあ、これこのシリーズこれからまた何作か続けていく可能性あるんで、またよろしくお願いします。